皆さんこんにちは。こんにちは。今日はタラと柔らかブロッコリーの炒め物です。ブロッコリーっていうと茹でても炒めてもなんだか固めにシャキシャキ感を残して使わなきゃいけない、そんな印象ないですか？そうですね、そう思ってました、ね、ブロッコリーって柔らかくしても美味しいんです。テキストは34ページです。タラと柔らかブロッコリーの炒め物をご紹介します。では木島先生お願いします。はい、じゃあまず今日の主役の一つね、ブロッコリーですよ。このブロッコリーは小房に分けていきます。こんな感じで包丁を枝の根元というんですか、ここに入れてポロンと落とします。で2センチ大ぐらいに切りたいので、これぐらいの大きさだったら3等分に切りたいんですよね。でどう切るか、枝のところにまず包丁入れます。こんな感じです。でこのままパタンって倒すと、あんまりこのバラバラがね、このつぼみのところがバラバラにならずに綺麗に取れると思います。はい、残りもこんな感じで、はい、刺してパタンと割る、こういう風にして2センチ大ぐらいに切っててください。今日はこのつぼみの部分を 200g 使います。はい、で今日ねこの茎の部分です。ここの茎の部分は実はあさって土曜日にどうしてもこのブロッコリーの茎で作りたい料理があるので、それ用に取っておきます。はい、なので皆さんもこれもうね冷蔵庫でしまっといてください。土曜日まで、はい、茎を使います。土曜日です。続いてしめじ1パックです。はい、しめじは、根元のところを残してこういう状態でこういうふうに1センチ幅に切っていってください。根元残しておくとそんなにバラバラにならずに切りやすいと思います。はい、はい、こんな感じです。そして今日は甘塩だらを2切れ使います。はい、タラってすごく身が崩れやすい魚です。で甘塩だらも水分が抜けてるので普通のタラよりは崩れにくいんだけど、やっぱりどうしてもこういうふうに身が割れてっちゃうんですよね。はい、なので割れたところに包丁を当ててこういうふうに2センチぐらいに切っていくと美しく食べやすいと思います。こういうふうに切っておいてください。はい、はい、全部切るとこれぐらいの量になりますね。はい、で一応ねこれペーパーで水気を拭いてください。こういう感じね。はい、こんな感じになります。さあで続いてこのタラに衣をつけていきます。小麦粉大さじ1と1分の1が入っています。はい、身が崩れやすいタラなんですけど、小麦粉をまぶしてから焼いてあげれば形が崩れづらい。さらにこの小麦粉をまぶすことでタラの水分がキープできるのでパサパサになりづらい、ね、美味しいですね。美味しいんです。はい、こんな感じでしっかり粉がついたらフライパンで炒めていきます。はい、油大さじ1/2を熱したフライパンでタラを炒めています。はい、全体にこんな感じで、きつね色の焼き色がついてきました。もうこのままスナックとして食べたいぐらい美味しそうな感じになってるんですけど、これで一度取り出します。タラを一旦取り出すんですね。はい、はい、では続いて空いたフライパンでニンニクを炒めていきます。ニンニク1かけです。はい、これで潰して粗みじん切りにした状態。はい、はい、でここに油が足りないので油を足します。大さじ1/2です。はい、でまずさっと炒めてニンニクの香りを出していきましょう。熱いところに入れたのであっという間に焦げちゃいますからね。さっともう香りが出てきました。そしたらここからしめじを入れます。はい、しめじを入れたらなじませる。はい、馴染んできました。そしたら続いてブロッコリー。はい、ブロッコリーも馴染ませるね。ブロッコリーが馴染んだら続いて今日はもう柔らかく仕上げていきたいのでお水を入れます。お水1/4カップです。はい、そしてお塩小さじ1/4です。はい、入れてざっと混ぜます。でこのままブロッコリーが柔らかくなって水分が少し残る程度になるまで、まあ、大体8分ぐらいね煮ていきましょう。はい、はい、8分ほど煮たものが隣にあります。はい、こんな感じ、少しお水が残ってるぐらいね。はい、ブロッコリーも結構柔らかくなってます。これが今日のポイントですよね。ブロッコリーは柔らかくなるまで煮てこのね独特の食感を楽しむっていうことなんです。はい、じゃあここでタラを戻し入れます。タラを入れたらこのタラとブロッコリーが馴染むようにちょっとここで炒めていきます。はい、このね柔らかいブロッコリーのこの独特の食感がね本当に美味しいんですよ。
結構日本だとね、なんかこういう野菜って割とシャキシャキっとして食べるのが定番ですけど、海外の付け合わせとかだと結構ブロッコリーってね、グズグズになってるんです。これが結構美味しかったりするんで、ぜひねこの柔らかブロッコリーやっていただきたいですね。はい、はい、さあではこれぐらい炒めて馴染んだら、ここで胡椒を振ります。粗挽き黒胡椒少々です。はい、さあ胡椒が馴染んだのでこれを盛り付けましょう。はい、お皿こちらに用意してあります。はい、下味なくて使えるから甘塩だらはね使いやすいですよね。はい、タラの方にしっかり塩味があるので、うん、ブロッコリー、しめじが美味しいんですよね。そうですね。では材料のおさらいです。2人分の材料です。甘塩だら2切れ、小麦粉大さじ1と1/2、ブロッコリー正味 200g、 しめじ1パック、にんにく1かけ、水1/4カップ、塩小さじ1/4、粗挽き黒胡椒、油もご用意ください。まずはね、これ騙されたと思ってこの柔らかブロッコリーを食べていただきたいです。はい、パスタにしても美味しいし、パンに乗っけても美味しいし、クリーム味にしてグラタンにしたって美味しいんだから、バリエーションが広がりますね。ぜひ作ってみてください。今日はタラと柔らかブロッコリーの炒め物をご紹介しました。